ですので、ストレッチはその真逆ですね。足首を背屈させて足の裏を外側に向ける。はい、おはようございます、すげです。自身も長年悩んでいた腰痛を克服して、現在は整体師として活動しながら、多くの方に生活の質を向上させるためのヒントやアイデアをお伝えしております。本日は繰り返す内くるぶし周辺の痛みの解消するためのエクササイズとストレッチをご紹介したいと思います。内くるぶし周辺の痛みなんですが、前回の動画でお話ししたように、この後脛骨筋が関係してますよというお話なんですよね。で、よくあるのがこの後脛骨筋のストレッチとかエクササイズ、もしくは、サポーターをしたりとかテーピングをして、そういった形で痛みを抑え込むっていうのが一般的だったんですが、それでなかなか治らない方っていうのは結構多かったんですよね。ですので、そういった、アプローチでなかなか良くならなかった方は、こういった、すねの筋肉であったり、ふくらはぎの筋肉、もしくはこういった指の筋肉ですよね、こういったところをケアしてますかというお話でしたよね。で、こういったところをケアすることで、全体的なバランスを整えて、この後脛骨筋にかかる負担を取っていくことで痛みを、解消できますよというお話でしたよね。で、今回はそういったところですよね。この周りの筋肉、指の筋肉とかすねとかふくらはぎとか、こういったところをバランスを整えるためのストレッチとエクササイズをご紹介したいと思います。全部で4つありますので、ではね、早速一緒にやっていきましょう。はい、では前脛骨筋、すねの筋肉の、ストレッチを行いたいと思います。やり方は簡単です。この足の甲ですね、足の甲を伸ばすようなイメージでやっていきます。で、ここの足の指ですね、足の指の背中の部分を床に押し付けるようなイメージですね。こういう形ですね。横から見てもらうとこういう感じですね。こういう感じで床に足の背の部分を押し付けていきます。ぎゅーっと体重をね、かけていくようなイメージで押し付けていきます。ではいきます。はい、吸って吐いて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 、はい、結構です。では、硬い三頭筋ですね、ふくらはぎの筋肉のストレッチを行います。硬い三頭筋は、かかとからここですね、膝の裏ぐらいまで続いている長い筋肉です。で、これを伸ばすためには、壁に両手を押し当てて、壁を押すようなイメージで膝を伸ばしながら足の裏を伸ばしていきましょう。こういった形ですね。横から見るとこういう感じですね。膝を伸ばしてかかとを床にくっつけたままグッと伸ばすようなイメージですね。で、これにプラスして壁をグッと押さえつけて、壁をグーッと押すようなイメージで伸ばしていきます。いきます。はい、では時間は、深呼吸3回から5回分ぐらいで結構です。はい、吸って吐いて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 、はい、結構です。はい、では次は腓骨筋、すねの横の筋肉ですね、その筋肉の、エクササイズをやっていきたいと思います。ではね、やっていきたいと思います。まず親指を上げる運動ですね。で、次に外側の足を上げていきます。これを繰り返していきます。まず親指を上げる、次は親指以外の4本の指を上げる、そしてまた親指を上げる、で、それ以外の指を上げる、これの繰り返しですね。これをだいたい10往復、10回ぐらいですね。これをだいたい10回ぐらい続けていきます。
横から見てもらうとこんな感じですね。親指を上げる、親指以外を上げる、親指を上げる、親指以外を上げる、ね、こうすることで上げている最中に土踏まずがしっかりと形成されてきますよね。これで足の裏も一緒に鍛えることができます。足の裏や足の指の筋肉ですね、そういったところも同じように鍛えることができます。はい、いきます。親指上げる、1、親指以外を上げる、親指を上げる、2、親指以外を上げる、親指を上げる、3、親指以外を上げる、親指を上げる、4、親指以外を上げる、親指を上げる、5、親指以外を上げる、親指を上げる、6、親指以外を上げる、親指を上げる、7、親指以外を上げる、親指を上げる、8、親指以外を上げる、親指を上げる、9、親指以外を上げる、親指を上げる、10、親指以外を上げる。はい、結構です。はい、では後頸骨筋の、ストレッチとエクササイズを織り交ぜたものを紹介していきます。用意するものはこういったタオルですね。タオルを四つ折りにして細長い状態を作ってもらいます。これをストレッチする側の、足の裏に引っ掛けます。ちょうど足の裏の前半分、前足部ですね、ここに引っ掛けて、両腕でしっかりとタオルを持っておきましょう。で、後脛骨筋の働きは足首の底屈、足首を伸ばす動作ですね、それプラス足の裏を内側に翻すような動作ですね、内返しになるような動作、この運動が基本になります。ですので、ストレッチはその真逆ですね。足首を背屈させて足の裏を外側に向けるようなイメージ、こういった形で、タオルをしっかりとグッとね引っ張ることでストレッチをさすことができます。で、今回はその両方の動きを繰り返し行っていきます。はい、ストレッチ、外返しですね。で、逆に力を入れて内返しに持っていく、これで運動です。これの繰り返しをやっていきます。ストレッチ、はい、働かして、ストレッチ、働かせ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 て、こういった形ですね。後脛骨筋自体は直接ストレッチすることが少し難しい筋肉ですので、無理に引っ張ってストレッチするイメージより、どちらかというとこういった形でしっかりと大きな動きで筋肉自体を動かすようなイメージを持ってもらうと一番いいのかなと思います。動かしながら筋肉の柔軟性を取り戻していきましょう。はい、結構です。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？ちょっと難しかったですか？初めてやるようなエクササイズとかストレッチもあったかもしれないんですが、何回かねやってもらうことで徐々に徐々にコツは掴んでいけると思います。ですので、家でちょっとずつでもいいので、始めてもらうことで、周りの、足の周りのバランスですよね、そういったところも徐々に徐々に整っていきますし、で普段の歩き方っていうのも、徐々に徐々に、変えていくことができます。ですので、そういった形で環境を整えることで、この痛みの出ている部分ですよね、こういったところの負担を少しでも減らすことでね、繰り返してしまうような慢性の痛みっていうのを、減らすことができるんですよね。では本日はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。